皆さんこんにちは。カメが大好きな飼育員ヨッシーです。今日はマリホ水族館で飼育しているウミガメについてのお話をしていきます。まずマリホ水族館で飼育しているこの2匹のウミガメ、種類をアオウミガメと言います。世界の海には8種類のウミガメたちが生息しており、日本の海では8種類のうち6種類のウミガメを観察することができるんです。そしてこのウミガメ、アオウミガメは日本で観察することのできる代表的な一種のウミガメです。私が和歌山県に住んでいた時に釣りをしていると、時々息継ぎに上がってきたアオウミガメを見かけたことがあります。このアオウミガメという名前の由来についてなんですが、見た目が青いからアオウミガメというように呼ばれるようになったわけではありません。実は内臓、脂肪が青色、昔の緑色をしているからアオウミガメと呼ばれるようになったと言われております。ウミガメにも赤ウミガメという種類がいますが、赤ウミガメは見た目の色から赤ウミガメという名前がついたと言われております。皆さん、カメと聞くととても寿命の長い生き物だと認識しているかもしれませんが、実はその通りです。このウミガメをはじめカメたちはとても寿命の長い生き物なんですね。このアオウミガメでだいたい70年から80年ぐらい生きると言われております。またリクガメですとゾウガメなんかは100年以上、または200年以上生きるとも言われております。さあ、こんなとっても寿命の長いカメですので、縁起物として扱われております。さあ、ウミガメ、8種類のウミガメがいると先ほどお話ししましたが、どのような餌を食べているのかについて簡単にお話ししていきます。このアオウミガメは草食傾向の強い雑食性です。主にアマモなど海藻を餌として食べております。その他にもクラゲや小さなエビ、カニなんかも食べる、草食傾向の強い雑食性のカメなんですね。そして当館では飼育していませんが、赤ウミガメやタイマイなんかは肉食傾向の強い雑食性のカメです。このように食性の違うカメ、アオウミガメにはある特徴が口にあるんです。さあ、今きれいに映るかわからないですが、アオウミガメ下顎にはノコギリの歯のようなギザギザとした小さな突起がたくさんあります。この突起がアマモなどを噛み切りやすくするために突起があるんですね。さあ、他の赤ウミガメなどにはこのギザギザとした突起がありません。また私が以前ウミガメを少し飼育していた時に聞いた話ですが、皆さん、陸のスッポンやミシシッピアカミミガメなどは噛むということを聞いたことがあるかもしれません。ウミガメにも実は噛んでくるウミガメと噛んでこないウミガメがいるんです。赤ウミガメやヒメウミガメという種類のウミガメはよくスタッフを噛んできますが、この青ウミガメ、基本的には人のことをあまり噛んできません。だいたい1000匹に1匹ぐらいが青ウミガメは人を噛んでくるというふうに以前飼育していた時に聞きました。さあ、このウミガメたちですが、どのように繁殖をして数を増やしているのか簡単にお話ししていきます。ウミガメたちが卵を産むまでには数十年かかります。さあ、そして卵が産めるようになると、だいたい 2,3 年、長くて4年に一度陸に上陸して産卵します。その産卵する場所は自分が生まれた砂浜です。さあ、自分の生まれた砂浜に戻ってそこで卵を産みます。ワンシーズンに多くて5回ほど、2週間おきに卵を産むんですね。
そしてそれぞれ100個以上もの卵を産んで、たくさんのウミガメたちが生まれてくると思うかもしれませんが、実はなかなかそのようなうまいことはいきません。さあ、気温や環境によっても孵化率、小さなカメが飼える確率というのは変わってきます。そして上手に孵化しても海に戻れずに海鳥に食べられたり、ゴミに絡まって死んでしまったりということもあります。そして上手に海に帰れば、また海鳥や大きな魚にも捕食されてしまうことがあるんですね。さあ、そしてそのような外敵などから逃れて上手に大きくなって、産卵をきた砂浜にゴミが捨ててあると、またそのゴミに絡まって上手に産卵することができなくなったりして、数をとても減らしてしまっているんですね。このウミガメたち8種類すべてが IUCN 国際自然保護連合の定めるレッドリストに掲載されてしまっています。さあ、ウミガメたち、先ほどお話しした原因以外にも数を減らしている理由がいくつかあります。その中でも混獲というものですね。こちらは人間が漁業している定置網などに間違って入ってしまい、網に絡まり呼吸ができなくなり死んでしまうということもあります。また卵の卵殻やタイマイというカメは甲羅が別甲というものになりますので、この別甲を取るために密漁されたりといった原因で数を減らしてしまっています。またですね、数年前ニュースで一時期やっていましたが、ウミガメの鼻からストローが出ているのを見たことがある方もおられるかもしれません。さあ、このように海ゴミ、海洋ゴミなんかもウミガメの数を減らしている原因の一つです。どれもウミガメたちが減っている原因は人間が大元となっております。さあ、ウミガメ以外にもクジラやイルカなんかもビニール袋などがストランに座礁した個体の胃袋から出てきたという報告などもありましたが、現在ですね、日本では脱プラスチックというような取り組みが行われております。これはプラスチックが悪いのではなくて、人間のプラスチックの扱い方が悪いんですね。さあ、プラスチックを減らすことがもう、野生動物たちを助ける一つではありますが、個人で私はプラスチックを使わないということも効果がありますが、それ以上に効果がある方法としては、自分の周りの方にもどんどん導いていただき、1人が10人を誘うと、またその10人が10人ずつ誘うことで、とても大人数でそのようなことに取り組むことができるので、より効果的に脱プラスチックに取り組むことができます。さあ、そのようなことをすると、最終的には海にいる生き物だけではなく人間にもいいことが返ってきます。さあ、そのような簡単な話で動画を終了いたします。皆様、最後までのご視聴ありがとうございました。